ふう、ちょっともったいないけどフェニックス使っておきましょう。やばい、攻め込まれてる。とにかくカバーに行かないと。うわぁ、めっちゃ見せた。ないないめっちゃ強。これならもう押し切れるわね。何の音だろ。まあいいや、今は詰めるタイミングだからね。いやぁ、マルグレー。こうしてマルグレの強さを身に染みて体感する霊夢でした。そんなわけで味方の力だけでチャンピオンを目指すクソザコメンタルな霊夢のエイペックス実況始まるみょん。皆さんやっぱろー、霊夢よ。こんにちは、ヨウムです。今回も懲りずにエイペックスしていくわよ。早速味方さんが敵陣地を見つけてそこに突撃しようかという状況でございます。うわ、オクタンさんがピンチ。早く助けに行かないと。ちょー、拠点作ってたのここだったんかい。運よくアーマーもなくて笛をついたおかげでワンダウン。とりあえずバンガさんのカバーに行こう。いた。って消えた。いや、老婆だったのか。待ってください、リロード中です。こっちもアーマーなくてまさかの一発ダウン。オクタンさんお待たせ、これで大丈夫よ。あとは残った老婆なんだけど。いやあ、ロングボー ASMR。今完全に左耳持っていかれてたね。詰めてきた、一人じゃ無理。おお、バンガさんそのカバーはナイスすぎる。さっきから味方さんがアーマー削ってくれてるおかげでめっちゃ助かってるわ。とりあえず赤アーマーだけは欲しい。やっと一息つけそうだね。範囲も端っこの方だし後ろからも多分来ないね。あんま意味ないけど一応ケアパケ要請しておきましょうか。これ邪魔。あ、これってもしかしてさっきの老婆のウルトじゃない？おお、ほんとだ。ありがたく使わせてもらうわ。と入っても何が足りないかな。いや何このふざけたシールドセルの数。耐久戦ならこっちに部があるからね。投げ物が何もないのは嫌だからテルミットとアークスターで。ってマジか、もう新しい部隊が来た。焦りすぎてダメージがめっちゃばらけてるよ。でもアーマーはないみたいだから攻撃の手は緩めずいくわ。ここでブラハの試験。いや大丈夫、味方さんも詰めてるからここは覗いちゃう。嘘、倒せてないの。いやあ、近い。何言ってるの、ここは地上1階だよ。そんなことどうでもいいから、今字幕ミス指摘されても対応できないわ。持っててよかったフェニックスキット。正面にさっき見たアーマーを割った部隊と後ろにももう1部隊いるみたいだね。なんか静かになったけどみんなどうしたのかしら。いや全然騒がしくなったわ。これもしかして挟まれてる感じかしら。だとしたらちょっとまずいわね。うわぁ、突っ込んできた。なんで一目散に逃げてるの？カバーに行かなきゃでしょ。いやなんか外でも戦ってるってことはこの辺りに4部隊もいるの？ヘビーアモ欲しい？失礼します。よしよし、弾に関してはこれで大丈夫。後ろにいる部隊から味方のオクタンさんが狙われてるよ。だからって取り手でしょ。無理に顔出すのも怖いわよ。左にいた部隊が詰めてきてたんだけど。どうかもうすでに上にいたんかい。逃げなきゃ、シールドだけで助かった。オクタンさん、とりあえず回復しないと。いやあ、扉閉めるの忘れてた。外に出るのはまずい。なんかいる、ゴミ袋を。どうしよう、味方さんのカバーに行かないと。でも回復もしないと。これは守ることなき戦犯だね。試合が変わりまして今度は開幕での戦闘です。持ってるもんが不安しかないんだけど、しかもそのセンチネルアイアンサイトじゃん。大丈夫、ハンポは強いから、アーマーはなんとかして割ってもらうわ。センチネルが当たるとは思ってないんだね。確かに見づらいわね。ただでさえも当てられないのにこれじゃ無理よ。あ、なんか立ってる。奇跡的に2発当たってシールド割ったね。異常しかと思ったけどいつもこれで死んでるからやめておくわ。おとなしく家の中から狙ってみるわ。リングは遠い。閉鎖まで残り45秒。敵がダウン。いやあ、改めてクソエイムだね。そんなしみじみ言われるとすごく刺さるからむしろバカにして。ここで味方のブラハさんの試験。これもしかして詰めちゃった方がいい感じかな。ライフラさんも言ってるからついていこう。で、そういえば私コースケックだった。今こそウルトの出番。ここでブラハさんがダウン。ガス内にいるのね。それは私に任せて。いた。いや、すっちょ、頭入るとこんなに強いの。っていうかまずい。他部隊もいたのか。しょうがない。ここは降りよう。さっきのレースの核キルが入ってとりあえずは落ち着けそう。早く回復してさっき見えてた部隊と戦わないとだね。わ、びっくりした。マウスの動きが完全にびっくりしてたね。
アーマーがなかったおかげで即ダウン。上から撃てるのかな？そうじゃないならフィニッシャーでシールド回復がしたいんだけど。大丈夫そう、やってみよう。あ、味方さんが核キル入れてくれたね。ふむふむ、残りの二人はそこね。うわあ、三人目がいた。さっき突っ込んできたのとは別の部隊だ。にしても高台取られててかなりきつそうだね。ピークしてもしょうがない。じゃあ投げも、いやいやいや、また降りてきた。腰打ち当たんねー。だ、ダウンは取ったけどさっきの取り手がずっと見てきてる。うっへぇ。しかしその後味方さんがとても強くそのまま勝ってくれました。試合が変わりまして残り部隊が半分くらいになってきた状況でございます。エリア内に移動して建物を陣取ろうと動いている感じかな。とりあえず目の前のサプライボックスだけ開けちゃいましょうか。な、ブラハのスキャン、とっさにピークしたけどこの位置はまずい。ブラハのウルトの音がしたね。突っ込むとろくなことがないから目の前にあるコンテナみたいなところを取ってみましょうか。ここにバリケードを置いて簡易的に防衛拠点とするわ。ああ、EMP は止めないと。クソエイムなせいで結局味方二人は食らってたね。よし、出てきた。ここは私の出番。まあ当たりはしてるけどちょっと微妙だね。え、今ヒットオンしなかった？っていうかまずいのこっちか。なんか味方の背中バシバシぶち抜いてるけど。おお、ナイスダウン。ここはさすがに私も詰めるわ。ただ適当に乱射してたせいでヘビーアモが全然ないね。なあ、くっそ。前段外した。逃がすもんですか。弾数の暴力見せてやるわ。追い詰めた。もう逃げ場はないわよ。しつこく追いかけてワンダウン。そんで残りはそっちね。ここはもう数の暴力で攻めちゃう。おお、相手も詰めてきたのに焦ったのか倒せたね。ふう、ここを乗り越えられたのはでかい。紫アーマーと弾薬もらっていって次に備えるわ。少し動きまして敵部隊のランパートがミニガンで大暴れしてるのを見つけました。残り4部隊で撃ち合ってるってことはとりあえずはその他の1部隊に気をつけていきたいね。味方さんもおそらく漁夫を狙ってるみたいだから一緒に敵の様子を見てみましょうか。こっちから撃てそうなところには見えないかな。それじゃあこっちかな。あ、ケアパケ落ちてきた。え、マジで、どこから来た？そこか、これが残りの1部隊ってことね。裏に隠れられちゃったせいでちょっときついね。どうしよう、ここは突っ込んだ方がいいんだろうか。む、足元でショットガンの音。コースティックさん、今カバーに入ります。ひやー、超見づらい。とりあえずダウン、撃ちながら扉を閉めてなんとかバンガさんを蘇生したい。よし、それに合わせて私もバリケードを置いて蘇生しちゃうわ。コースティックさんお願い、少しだけ私たちを守って。でもう飛び越えてきてた。違う違う、パンチじゃない？なんとかダウンしたけどまた焦ってない？とりあえず落ち着くわ。投げ物して牽制してる間にちょっと考えましょう。適当にアークスターとテルミットをぶんぶん投げまくっていく。このまま籠城しててもいいんだけど、それじゃあ拉致が開かないかな。ピークしても大丈夫？ってあれ？どこ行ったのかしら？霊夢、裏から来てるよ。スピファの弾幕の強さを思い知れ。やった、なんとか勝った。しかも味方さんのおかげでキルリーダーにもなれたしナイスって送ってきてくれたわ。残り3部隊で範囲内だからここで少し籠城しましょうか。なんか足音しない？やっぱり詰めてきてた。ここは裏取りするわよ。横は取ったけどさすがの赤アーマー。あとはエルスター頑張って。よし、なんとかダウンさせた。とりあえずお家に帰らせて。敵だー。あー、気がつかなくて負けちゃったね。っていうか今のは私が悪いわ。打ち合いに行くんじゃなくて引かないとね。でも味方さんがすごく優秀だわ。ちゃんと2対1をキープしてナイスダウンよ。ここでコースティックさんが最後のワットソンを倒して残り2部隊にまでになったね。あ、ありがとう味方さん。しかもこの人金バックだわ。すごくありがたい。もうラスト1部隊が攻めてきた。まだ待って、回復だけさせてほしい。コースティックさんが打ち合ってるよ。まだ1対1なのかな？それならまだ大丈夫。ありえないスピードでダウンさせられた。体力回復ないのか？シールドだけでも使わせて。って後ろ？いや、バンガさんの方だ。っていない？ということはやっぱり遠距離なのか？それなら1回バリケード張ってお普通に言うんだけど。とっさに打ち始めたものの大したダメージにはならず。びっくりした。アーマーなしか。ダウン取っておきたい。ギリギリダウンを取って一旦避難。回復する時間あるかな？医療キット使いたい。ってそんなことよりバンガさんにフェニックス渡そう。は、誰かが蘇生入れてる。
くっそ、やっぱり立ちはだかってくるか。少し浮きなせいもあるけど全然弾が当たらないね。うわ、登ってきた。無理、もう耐えられない。あ、大丈夫、バレない。いやあ、回り込んできた。よし、降りたわね。もうこれでおしまいよ。てちょー、なんちゅうところに刺してんのよー。ああ、せっかく勝てそうだったのに、あんなしょうもないアークスターで自滅するなんて。もうこれは言い訳できないくらい私がしょぼかったわね。しかもさっきのコースティックは蘇生されてるみたいで3対1の状況だし、さすがにもう厳しいわね。おーおー、ナイス、ナイスバンガさん。いや、ナイスって送るの遅くない？ふふ、味方さんも嬉しかったみたいね。やったぜって帰ってきたわ。そんなわけでクソザコメンタルな霊夢が行くエイペックス実況はいかがだったかな？この動画はいかがだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録して待っててにょん。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。さようなら。うーん、やっぱりエイペックスは楽しいわねー。ジャンルがいつもと違うからそれだけで楽しいわ。って今までエンディングなんてついてたっけ？シリーズとして数もそこそこになったし、これからも続いていくと思うからいつも通りのエンディングをつけてみたわ。せっかくならエイペックス専用で新しいエンディング作ればいいのに。それはちょっと骨が折れるから却下。